はい。ということで、今週も始まりました、トゥナイト 5! イブ。はい。え、このラジオはですね、吉本沖縄の、若手芸人がですね、月曜日から金曜日までの、え、23時から24時までの1時間、え、面白おかしく放送するというラジオになっております。はい。そして、え、金曜日、担当はですね、通常、先はックスと、ツーシームというコンビで、やらせていただいてるんですけども、まあ、ツーシームがね、ちょっとあの、 <laughs> あのね、あの言えない事情というか、すごい言いづらいんですけれども、えー、個人的にやってる、えー、ライブの稽古があるということで、来ないと言い出しましてね、はいえー、急き、えーまあ、ねピンチヒッターと言いますか、代わりに。 えー、僕の同期のこの方が来てくれております。はい。吉本沖縄に来てのシーマン東マです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。お、お手振ってますね。はい、<laughs> 気持ち悪い。いいですよ。ね。いや、なんか、新鮮ですね。そうですね。久しぶりに。 2人ということでねいやシーマンさんちゃんとモードに入ってくださいよはい入りますよ全然喋らなくなりますからねれモードから外れたらお仕事ですもんねこれねそうお仕事ですよちゃんとねやっていきましょうはいやりましょうはい今日六6月17日金曜日ということですけれどもねシーマンさん最近どうですか僕はですね全然見ないですけどシーマンさんはほぼ茶炭から出ないですね何してんのもうマックに行ってハンバーガーと コカコーラゼロを買って、うん、そしてつたやかゲオに行って、うん、え旧作を一本借りて、一、うん、日三百円で生活してます。うん、<laughs> <laughs> え今おいくつでしたっけ？三十五歳です。三十五歳お仕事は？ えー、お化け屋敷のみですねお化け屋敷のみお化け屋敷も入っておりません,、はい、ません嘘つきましたね今ねいやいや在籍、うん、はしてますよ在籍はしてるけども仕事がもらえないということで、ね、そうですね、えー、はぶられてる状態でございますけど、ね、そういう状態ですね、うん、でマック行く割俺そう本当思ったんだけどマックってさ、はいはい、なんていうかな高カロリーなわけじゃないまあそうですねでマック行くのにそのコカ・コーラゼロとか飲むなって思うんですけども俺は、まあ、確かに僕昔はそういう考えだったんですけどもいっ、うん もう飲むんだったら普通の飲めよって思ってましたけど今のコカ・コーラゼロは美味しいんですよあなるほどね気使うというわけじゃなく味が美味しいとそうですだから遜色なく飲めます気にせず飲めますガブよ飲めるシーマン・トーもガブよ飲めるコカ・コーラゼロ強めのビンタするよお前気をつけて本当にやめてくださいね急に変なスイッチはやめてください通常通りでいきましょういやでもほらさなんかそのまあ 分からないでもないけど、その今言ってるのは、味が美味しい、おいしくないじゃなくて、はい、ね、ああいうその、まあ、ファーストフードって高カロリーものですから、はい、それ食べてるのに、そこ気使うみたいな、その、コカ・コーラゼロにして、そのカロリーね、ちょっとオフにするみたいな。ああ、まあでも、自分が健康に良くないことをしていることという自覚はあるんですよ。うんうんうん なので、ね、まあ、あの天下のマクドナルドを敵に回すつもりはありませんけども、も、はい、やっぱりバランスが大事ですからね、うん、ハンバーガーってパンとビーフと玉ねぎとピクルスとケチャップだけですからね、はいはい、ピクルスと玉ねぎです野菜といえば野菜ですけども、うん、少ないですからね <laughs> そうですね。 なんか僕の中で、その食べる時は食べる。はい、で、その普段食べないみたいな、僕はそんな感じのタイプなんですよ。例えばマックを食べるんだったら、もうがっつり好きなものばあっといっちゃったら、いいじゃないみたいな。で、他の日でそう気を使うと言いますかね。うんあのね、食をまあ減らすというか。はい。カロリー計算するとかね。あ、さっきあんまり。考えもよくわかりますけども。まあ、僕みたいな自堕落な人間は好きなものは毎日食べちゃうんですよね。なるほどねまあ、でも毎日食べ過ぎるとあれだから、ちょっと気を使うっていう。はい、そうです。 クソですね。いいですよ。今日も出てるね。クソですね。よくないですね。確かに。まあ、よくないけどね。はい。うん。いや、みゆりさんから、あの、ツイキャス。 てますけれども今日も娘の話ですかと。ああ、なるほどね。娘の話をすると若い世代がついてこれないから自重します。<laughs> そうですね。今日若い子が多いのでね。でねうん、まあ、娘って、まあ今聞いてる方、わからない人の方多分多いと思うんですけどもね。モ <laughs>、はいえーニング娘。モーニング娘。グ娘えのことなんですけどもね。はい、通常、まあ普通にそのテレビでね、見てる側の人間、はい、まあ僕もそうですけど、はい、としたら、今モーニング娘って略してモー娘なんですけどもね。ねあの、本物のね、モー娘。はい ファンの方々はまあモンスと言わずに娘と呼ぶらしいのでね、うん、あえて呼び方を変えるところにこだわりを感じます俺たちは違うぞう本物だということでねホ、ね、本当に気持ち悪いですね,うねあ、まあ、でもまあ人気ありますからね,そうですねいいと思いますけどもね、はい、最近のなんかそのおすすめのアイドルとかいるんですか 僕はもう、モー娘、あモー娘。と言っちゃいましたけども、<laughs> い、裏切るな、いきなりお前は。やめろ、前向きを裏切っちゃったけど、娘をですね、<laughs> うん、愛していた時期の熱量が多すぎて、うん、もう、それ以降のアイドルにはついていけんとい興味が湧かないですね。ああなるほどね。2000年代前半で僕は燃え尽きましたよ、2000年代前半。はい、2005年までで、2004年までかな、あなるほどね。はい う一番全盛期の大好きでしたあの時の娘の,その曲って言ったらどんな2000年2004年のあたりって、まあ、もう出してる曲全部売れてる時ですか、えー、売れてましたね <laughs> マイディアボーイあこれ以上思い出せない何たのに何やお前これ以上思い出せないのマイその歌が知らない俺はタイトルタイトルと副題があったと思うんですけども、うんうん 歌詞の一部しか出てこないあこれは時が過ぎたからか <laughs> 僕がもう世代的におじさんなのかちょっと分かんないですけどもうんあんなに大好きだったのに忘れるんですね悲しいことですあまあ多分シーマンは辛いことをこうなんていうのかな、うん、経験しすぎていろんな記憶が飛んでいってるんだと思います僕はいや嫌なこと僕は忘れない派ですからね <laughs> まあでもその年っていうのはあると思いますよ、はいはい、だってほら今 ツイキャスでね、あの送ってくれてる沖縄モンテェッチもね、え今晩チャイからのバイチャーということでね、もうババだから寝る時間ですよ。なのにやっぱり切り替ってラブレボリューションって送ってきますからね。ラブレボリューション twenty one っていう歌うときは twenty one なんですけども、歌詞は二十一なんですよ。あタイトルは二十一、ラブレボリューション二十一っていう曲なんですけども、歌うときはラブレボリューション twenty one って歌うんですよ。あそうなんだ。あれタイトルは二十一って思った。あそうなんだ。twenty one と思ってた普通に。はい。 俺ラブトゥエって言ってたわ。 略すの好きよねラブトゥエって言ってた独自のオリジナルの略し方しますからねそうですこれずっとねもう俺小さい頃からやってますから勝手に略すそうなんだ芸人になってからかと思ってたわそうなんですよねそうじゃないんですもともと使ってたんですよね勝手に略して使うじゃないですかで相手が乗って真似してきたら「それ何?」って聞くっていう僕のね会話術で言うと黄金パターンですねいやお前が言ったんだよみたいな感じでこうね一ボケできるわけですよなるほど コミュニケーション能力高めですね、うん、ほらねまたもう寝なさいもんじゃん、はい、もんって言っても疲れてるんでしょ、うん、もうおばあちゃんを寝なさい身だけね<に>外してくるところが面倒くさいんですよね。<laughs> でもね、おもいですからね、面白いですからそうは言っても、モンチッチですね、先週、このスタジオに来てくれて、あ来てくれたんですか、僕の誕生日をサプライズでやってくれたんですすごくないですか、モンチッチさんはよですよ、なんやかんや言ってもありがたいんですよ、このおばちゃんは、おばちゃん言ってますけど、僕と同い年ですからね、僕よりはだいぶ年下ですからね、そうなんですよ、シーマン、僕より上なんですよね、皆さん知ってましたかね、シーマン、僕といくつ違うんでしたっけつ違いいと思ますよ つ違い今は3つしか違わないけど今年っていうかいるそういうのいるまだ誕生日来てないから3つだけとか言うと面倒くさいマジでも学年で言ったらいいじゃんもう年で4年違います年違うのか入れ替わりの入れ替わりですね中学校校ででもも高入れ替わっちゃう全然合わないんだ僕は留年したから合うけど合わない留年して3年やから合わない結局合わないんだ留年したんだえどこ留年したの チャタン高校を留年して、ありがとうございます。あ年ピースしてますけども、後ろの方が全くしないですよね。退学しました。ししたえ留年して退学しました。どこチャタン高校。やばいじゃん、お前。ええー。チャタン高校を留年して中退中退ですね。お前、クズやないか、お前。 いやいや、こじゃないでしょう。もうなんか我が道を進むことに決めたわけですよ。そう、なるほどね。何かやりたいことがあって、やめたわけですね <laughs> その言い方だと。いや、シーマンさん。ってことは、留年して入ったものの、でもやりたいことを見つけて中退した。さあ、そしてシーマンが、その先見つけた、その道、何を目指したんですか僕は3年間引きこもりましたね。なんやねん、それ、お前。 引きこもりが。はね、やばいですよ。あの当時まだニートって言葉もなかったですけども、引きこもりが世の中に問題になりつつあった頃ですよ。うんうん、あ,あなるほどね。引きこもりって言葉はあったんですか引きこもりがね、<laughs> 多分ないでしょないですよ。旅行<は>拒否っていう最初、言ったから、ね、引きこもりってまだないですよ、確か。 なんかあの時一括くくりで俺のイメージですね。なんかその引きこもりの人たちもなんかネクラとかオタクみたいな、そのずっともう家でネットばっかりとかゲームばっかりやってる感じのイメージだったので、ないよね、あの当時。引きこもり僕はネット引いてなかったですね。あ,ネットすあ、引きこもりって言葉もなかった、うん。え、待って、じゃあ家にいて何してんの その3年間っていう膨大な時間何してたかね思い出せないんですけどね怖い怖いこれ本当にね強くないんだ若さエネルギーはあるのに、うん、することがないはけ口がないっていう状態は不健全そのものですようわすごいなよく事件を起こさないでちゃんとそうだねよくその当時尾崎豊の歌聞かなくてよかったねマジでね自暴自棄にならずによかったですよ尾崎豊が聴いてたらお前多分やってたねいや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 ,、ね、やめた学校のガラス割ったりとかね <laughs> 盗んだばイクで走ってるの、お前ね。危ないわ。危ないですね。ほら、もう、レオナちゃん空白の時間。怖いでしょ。空白の時間ですよ。今、だからまさにレオナちゃんとかね。あの、さっき言った、あの、みゆりちゃんもそうだけど、もう今学生なわけですよ。お、学生なんですか。ね。その今、楽しい学生生活を送ってるんですよ。その学生生活の3年間を、家から出ないって考えてみてください、皆さん。もう、ホラーです、これ。僕は夢で見ましたからね、何回も。何が夢の中で、学校一回休んじゃったけど、 ちゃんと学校に戻れて、あーよかったっていう夢を見て、目が覚めたらやめてるっていう。<laughs> もうね。あ怖い怖い通信シ帰ってきて怖いよ、いやだ、おかしくなる。もう涙が出ますよ。考えると。もう自分がかわいそういや。そうだよ、怖いよ、お前、マジで。<laughs> <ー>いやー。え、それめっちゃ切なくない切ない、切ない。え、夢で学校に行って、行った夢っていうか。そうそうそう。はあ、もう怖い。 ちゃんと元に戻れてるけども、実際は戻れてないっていう。<laughs> <laughs> <laughs> え、もうこれ小説書けるわ、お前、これ。小説書けます。あ、そうか。過去もう。この前の、あの、出た回で、モ、はい、ーニング娘。の小説を書いたって言ってたんですけど。あ、言ってましたね。なんかあの後、いっぱい検索して、いろんなワード変えて検索したけど、なくなってましたね。え、なくなってたの はいあのみかんの小説だから多分、はいあの削除されたなと思います、まとめサイトから。ああ、なるほどね、はい、もうまあだから、古いまとめサイトもどんどん消されていくからね、そうね仕方ないんですけど、みんな全然覚えてないの、内容内容は結構覚えてますよ、ああ、もうじゃあもう今日じゃあ1時間ありますから、全部しゃ、それ言ってください、思い出しながら、いやー、僕はですね、<laughs> 小説、もだから今日はもう読む、読む、小説を読む日読む日。 ま、エロ小説だったんですけども。いや、じゃあやめよう。お前のエロ小説本当に聞きたくないわ。ちょっと気持ち悪い。マジで気持ち悪い。やめときましょう。ああ、もう怖い。はい。あほら、見てみゆりちゃんが学校で何かあったんですかと。はい。これはですね、一言で言うと、待って、これ辛い話大丈夫大丈夫何もなさすぎたです。僕はですね、あそうか、そういうこと、そういうことか。そういうことか。あ仲いい人がいなくて、はい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 。 昼休みが一番辛くてですね。なるほどいつも図書室にいたんですけども、図書,ね、図書室って何かの決まりがあるのか知らないけど。うんうん、中学校も高校も毎日は空いてないんですよ。うん、え、そうなの。はい、あの、いや、閉まってる日があって、閉まってて、本当居場所がなくて。うん もう売店の前のベンチにずっと座っててみんなどんどんあの買いに来て帰っていく入れ替わるのに俺ずっといて「あの人ずっといるね」とか言われたりしてもう聞こえないふりしてるんですけどももうムズ,ムズ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 してもう嫌で嫌で仕方なくて自分の席にいればいいんですけども自分のクラスの。 席では仲のいい女子のグループ、はい、僕と仲がいいんじゃないよくあるやつですね席をくっつけて輪になってご飯食べてて僕の席使われてて、はい、僕自分の席なんで座れないんですよなるほどもう本当居場所なくて本当辛かったです耐えられませんでしただからやめました <laughs> 耐えられないな、それ、俺、マジで嫌だな、それ、れ超怖い。今、もう一回やり直すチャンスをもらって、学校にポンって16歳の自分の体に入って、戻っても、また辞めると思いますね。だってもう、あの16歳の自分にとってのあと残り1年半は長すぎた。<laughs> うん、あなるほどっていうか、あの頃と変わってないから女子今自体がまあそうマン自体が。全然成長してないもんね。 まあ、いや、でも、ま、ね、丸くなりましたよ。丸くなった時ィおかしいよ。元ヤンキーみたいな感じの言い方も。体型だけどそんなもん、お前、丸くなったもん。<laughs> 体型は確かにね、激太、うん、りしてますけども。いやー、こ怖いな。 怖いですね。その、ま、言ったらね、ちょっと俺、その、なんかやっぱほら、いじめがあって、その、泣くな。ま泣くな。い中でそうだ。いじめがあって、その、耐えられなくて、その、高校ね、中退したのかなって思いながら、まあ、ちょっと僕のね、勝手な想像だったんですけど、まさかの、何にもない。何にもない。なさすぎた。もう、虚無ですよ、虚無。うわそれ、でもそれってさ、いじめより辛らいかもな。時間が無限に長く感じます。 変な話さ、そこもよくさ、うん、漫画とかドラマで見るやつで言ったらさ、うん、いじめられてるやつにさ、うん、その、誰か話しかけたりとかさ、うん、やめろよって言ってさ、そこから友情だったりさ、うん、何かが生まれるっていうね、ドラマとか漫画ってあるじゃん。うんうん、ありますね。それすらもないわけでしょ、だから要は。それすらもない、ね。守る人もいなければ、守らなければいけない人もいないし。いない,いない、いない。 ね。逃げなければいけない人もいなければ多い人もいない。もう何にも、何にもいないわけでしょそうですね。教師との関係もすごい気迫でしたね。え、担任すらも担任すらも。え、マジか。悪い人じゃないんですよ。クラスメートも担任も悪い人じゃないんですけども、誰とも繋がってないっていう。いや、例えばさ、あの、中学校はどこ、どこなの僕は茶担中学校なんですけど。その茶中の、茶中から一緒に行った、 同級生いなかったのいましたけども、うんあ、売店行くんだったら、ついでにカロリーメイト買ってきてとか、うん、そいつはいつも筆箱も何も持たないで、うん、教室、移動教室、理科室とかに行ったときに、シャーペン新ちょうだいとか言われて、うん、なんかシャーペンの芯をあげたり、何か買ってくることが頻繁にあって、うん、これって対等な関係じゃないよなって、心の中でずっと思いながら。えそこははそそお,お金は カロリーメイトついでにそれは渡してくれるんですけどもちゃんと預かって買いに行くんですけどもんかんかこういうのって友達なのかなってずっと心の中で思いながらああなるほどねこのこの付き合いを続けたいかって言われるとノーだったので僕は自然ともう学校に行けなくなりましたいやでもそっからさそういうところからそのんていうかな友達というか会話さどんどん作っていくものじゃないのかなって俺は思うんだけどそうなんですけども 難しいところなんですけれども、僕は中学校までは。うん かなりいじめられたんですよあ中学校はそうなんだね高、うん、校はいじめ入ったときに一大決心をして、うん、もう僕のことをいじめてくるやつとか、うん、ちょっとでも下に見るやつとはもう付き合いをやめようと思って、きっぱりと毅然とした態度を取った結果がこれなんですよ、虚無の空間なんですよ。あちょっとこう調子乗ったのね、調子乗っていないですただ距離を置いたら、誰とも付き合いがなくなってしまって、うん、難しいところなんですけど、いじめもやっぱりつながりの一つだと思うんですよ、うん、コミュニケーションの一つだったんだと思うんですよ。うん <laughs> 残酷ですけど、思春期。そっか、もうそうなっちゃうんだ。いじめすらもうコミュニケーションの一つって、もう思える。もう洗脳されてんだ、お前な。いや、もうね、これはどうも、3年間引きこもったら真理に目覚めるわけですよ。もう怖い、もう本当に今日。なんだこれ。すごいな、俺すごいやつが同期にいる。怖えな。だからもうこれを聞いてる孤独な人、あの、頑張ってください。一人でもなんとか生きていけますから。 そうね、シーマンが言ったらそれは納得できるかもしれないね、確かに、シーマンが言ったら、とそうよ。もう学校辞めてもね、35歳までまだ生きてますから、学校に居場所がないからって、思いいい詰めなでくださそうですね、いろんな理由があれね、中村もそうじゃない、高校行ってないですから、でもあいつはもう、ちゃんと生きてるし、生きてますね、なんならそこら辺のの熱はましなのかもしれない、中村は。 だから本当にさシーマンと初めて出会った時から俺ももともと小中いじめられたことがない側の人間ですから言ったら学校で中心となってわーわーする側の人間でしたから分かんないし初めてシーマンと会った時になんかもういろんなななんだろう俺の中の当たり前が全然当たり前じゃなくてそれが本当、いろいろ恐ろしかったよね。一緒にさ 食いに行ってさ、飯食ってるときにさ、大体、んていうのかな、あの、一番さ、割り箸に近い人が取ってあげるとか、あの、飲み物を、ね、例えば水とかさ、あるじゃないお冷や。お冷やを、その、あ、俺入れてくるけど入れてあげようかとかさ、そのね、んていうかな、最初から作られてるようなやつがあればさ、相手の分も入れてあげるとかじゃないですかね、聞いてる人多分分かると思うんですけど、シーマンはだから、人とね、 過ごしたことがないから、うん、ないわけですよそれ、ね、もうご飯来たら黙ってもう食べる、ね、だいぶ驚かれたね,いろいろねそうそう黙って来たご飯を先に食べる、うん、でも水も飲むなくなったら自分の入れるこっちの方は見ない、うん、で食べ終わったからじゃあ俺帰るね嘘でしょってなったもん俺 <laughs> あマジ怖かった俺 だいぶね、だいぶれたよ、だいたいほら、会話もしたりさ、両方食べ終わって、じゃあ、そ速行こうかだったら分かるけどさ、もう全部食べ終わって、もう終わったから、じゃあ、俺、食べたから帰るねっていう。あ、そんなこともありましたあれ、怖かった、俺。本当怖かったまして、これ、え、嘘でしょって、会話はっていうのとか、ちょっとした気遣い、別に。 別にめんくくさくないじゃんその相手の水入れてあげるとか俺取ってくるから入れてあげようかの一言もなく、ね、なんならそのまま帰ろうとするから、ね、俺びっくりしたおーお,ーおーってなった俺まあでも常識って環境が作りますからねそう一人でいるとね、うん、対人関係はやっぱ身につかないですよ <laughs> そうだそうよねう理論武装ばかりして俺はこれであれのせいでこうなったんだ俺が悪いんじゃないんだみたいな、うん、そんな理屈ばかり先行して。<laughs> だから本当に言ったら俺とシーマンってタイプ真逆じゃない、ね、だから俺逆にそのシーマンから学んだこといっぱいあったよああ<ー>こ、うん、んな人も世の中にいるんだみたいな養成所時代ね <laughs> の吉本の養成所時代は本当に俺こいつやべえなと思ってで絶対クラスいや正直ねクラスにシーマンがいたら多分喋らない。うん と思うのがシーマンとがいじるかないじめじゃなくてちょっといじるけど何も書いてこなかったらおおじゃあまたなっていう感じで変な距離を置くっていうぐらいの人ですねやっぱりそうででもねそんなやつと今一緒に仕事をしたりするわけだからねはいはいはいでも本当に俺だからシーマンと思ったんだけどそういう人って本当にお笑いやったほうがいいんじゃないかなって思うやった方がいいと思うやった方がいいと思うこれよく言われる話ですけどなんていうのかなあの 短所というか、うんうん、ダメなところが、芸人になると長所になりますからね。ありますね。まあよく言う、その、不細工とか、うん、ハゲてるとか、ね。めっちゃ太ってるとか、そういうのがふ、ね、世間一般でも馬鹿にされますけど、まあ芸人になっても馬鹿にされるんですけども、それが武器になりますからね。うん。うん、本当に俺は芸人になったら、いろいろね、うまくいくことがあるんじゃないかなと。 シーマン見て思ったんですけども。そうですね。うん。シーマン全然活かせてないからね、これね。確かに、伸びてはいないんですけども、<laughs> 伸びてはいないんですけども、うん、ただ、ああ、自分みたいな人でもいていいんだっていう気持ちにはなれるので、そうね。うん。あの、一人で部屋に引きこもっている君は、<laughs> あの、養成所に入って芸人になろう。芸人になろう <laughs> <laughs> ちょっっとた何が短かったって何がなんとかなんとかで、なんとかみたいに言いたかったのに、うん、芸人になろうだけで終わったからちょっと短かったなっ。どこの反省してんのお前。<laughs> いいよ別に。自分なりの <laughs> じ自、自分なりの反省点。 うん、だから今のがちょうどいい尺ってことでしょちょうどいい長さでしたってことでしょ,ょうな, <laughs> なんだこれもう本当にああもう通信も帰ってこないかな怖いもう通信も忙しいからね <laughs> うんまあいいですよなんか島津なんか携帯開いて喋りたいことをいっぱいこう書き連ねてますけど何かありますか最近気づいたこと <laughs> 日常生活で「君って故障は使わない」以上です 使うよあ使う、うん全然使う君ってなかなか言わないぜつく言わないぜ税 <laughs> の方が言わないぜ <laughs> 君は使うよじゃあ最近言われてガーンときたこと、はい、お客さんは笑いたい、うん、そのためにお金を払っている、うん、ガーンと来ましたねはで <laughs> どういうこと説明してあ,、まあ、あるネタを、うん、あネタとネタ見せをしてもらった <laughs>、はい 方から言われたことなんですねですまあ僕らのネタライブ前とかに見てもらったりするんですけど作家の先生にねその人に言われたってことね、はい、僕この先生に見てもらうの初めてだったんですよはい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 ,はい、はい、であの。 その人はすごいびっくりされていて、これはあのお金をもらって見せるレベルのものではないから、うん、このネタは捨てなさいと優しく誘われまして、<laughs> あ,あの人ですね。普、う、通、ん、はですね、あのうん、こういうところ直した方がいいよとか、ここを直して、ここを残した方がいいっていう感じのアドバイスの仕方なんですけども、このネタは捨てなさいと僕言われましたから、なるほどね、もう直しようがなかったんでしょうね。うん <laughs> あのー、芸歴4年目にしてそういうネタを持っていったってことですねまあでもその方厳しいので有名ですからね <laughs>、はいうん、その方が全然ね、うん、気に入らなかったらというかおもしろ要素がなければ、はい、そのネタ捨てた方がいいよって口癖ですからね、はい、優しく言ってくれましたからね、うん、笑顔で言うから怖いんよね「君そのネタ」あ「君そこで君」って言うじゃん「君そのネタ捨てた方がいいよ」ってね、うん、なるほどえ君って使わない僕は使わないですねあまあでもそんな使わないか どういう距離感の人に「君」って使うのかなと思ってうんあなるほどねうん君さあなんかね、うん ああお客さんに対してうんなるほど距離が距離感が近くなったお客さんとかでまだ名前聞いてなかったりしたら聞いてたっていうことあるかもしれないけどもちょっとしたしみたいななるほどなるほどだからノリよくてさすげえんか合う人いるじゃん波長が合う人ってそういう時こういじったりさ喋ったりするんだけどそこで「君さこれさ」みたいなんか言うことあるとは思うまあでも大概名前聞くかな なるほどまあ確かに君使わないね使わないですね、うん、使わない使わない,わないはい次はい。松田隆平はかっこいい最近僕あの映画をよく借りてまして、うん、あの暇なので時間があるので <laughs> あのジヌヨサラバっていう映画の DV でを借りたんですけども松田隆平さんが都会でお金嫌いになって 元銀行員の役で田舎に行って自給自足の生活をするっていうお話なんですけどもああどこの人なんかさりげなさっていうかもう薄さが絶対沖縄にはいない感じで自分にないものばっかりなんでスタイルもいいし、うん、あのあこういうタイプの人だったらなんか人生も違うんだろうなってちょっと思いましたね。<laughs> <laughs> まあそういう想像するねああいう顔に生まれたらどうなんだろうとかさ僕普段そんなにあんまり考えないんですけども割ともう開き直ってるというかもうこれでいいやと思っちゃうんですけども松田龍平さんはちょっと別格ですかね僕の中でこの <laughs> いやでもわかるよ、はい、だから弟よりはお兄ちゃん派でしょそうそうそうわかる俺もお兄ちゃん派なんだよな、うんうん、弟が松田翔太 そうそうそ<と>うん、うーちゃんが竜兵ですね竜兵なんか存在感がね、うん、あんだよねあなた映画中心ですよねそうねうん、うん、いやなんかあの人こそ親の血引き継いでるのかなーっていう,そうです、ね、お父さん優作さ,さん、うん、めっちゃかっこいいですからね優作、はい、さ,さん優作さ,さんといえばなんとかレインなんだっけな ブラ,ッブラックレイン,レン俺あれは好きでしたねブラックレインはねあ,<ー>まあ,あれぐらいしか覚えてないですけどリアルに見たのはそうですね蘇る機能<融>あれはちょっと僕はあんま見てないですね<ー>名前だけ知ってるんですけどね,ねまた古い話ですけどもこれもそうですね、うん、また世代がじちゃいましたシーマ生まれ変わったらこの人の顔になりたいって人いんの うん、生まれ変わったら記憶も消えちゃうから、それは思わないことにしてる。だ、うん、<laughs> ってわかる、記憶を残せばいいじゃん、なんで自分、そのルール決めるのよ、ねいやいやいや。だって前の世界で、うんうん、ああ、もうなんか太ったのんきなやつになりたいわって言った結果、これかもしれないって、思ってるから、なるほどね。前の世界の前世の思いがね、前世のシーマンがそう思ってねう願い叶えられた状態が今かもしれないから、から逆に言ったら、前世のシーマン、忙しかったんだろうね。まあ、そうかもしれないね、うん、でもう楽になりりたいもう人との関わりをもう もう人と変わりたくないとそう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 いう人間に生まれ変わらせてくれっってこうなったんだ辛すぎるよお前それ辛いね今日辛いな重たいなでも辛いけど前向きに生きてるあれだからいいんじゃないですかまあそうね俺は全然シーマンのこと嫌いではないですからありがとうございますいいと思いますけれどもねじゃあさ生まれ変わるじゃなくて最新技術のあれで何て言うのかな 整形で生まれ変われるならどの顔になりたいですか、うんうん、芸能人うんいないのかそうですね、ま、<何>家家ににテレビああるんだっけそうですね、うん、もう顔は変え顔変わっちゃうと。うん あのなんかこれまでの試合もみんなえ何この顔ってなっちゃうから <laughs> 身長だけあと5センチくらい伸びたいですね <laughs> いやなんかその真面目だお前な<や>真面目やんもしもはねないんですよいやそういう想像って楽しくないだから俺は思わないえマジかだからそのタイムマシン乗ってとか、はいはい、じゃ今のまんまね今の脳みそのまんまでその、はいはい 戻れるとしたら、何歳に戻りたいみたいな話もじゃ、できないのね。それはね、自分の頭の中で、何回もシミュレートしてるけども。うん、どの段階に戻っても、同じ選択をするって、俺は思うから。うん、戻りたくない。もう、戻りたい時期はないです。あ、そうなんだ。はい。辛いの。あの時だから、こうしとけば、もっとマスだったかもしれないもないの。高校を辞めなければ、何回か考えたけども、うん、でも、やっぱり、あの。 時点の俺にとっての1年半残り黙って過ごすのは無理だわ無理無理だからシーマーの場合はさそのさあの高校じゃなくてそのもっと前じゃないいじめられる前に戻ってでも俺はね記憶にある時で保育園からいじめられてんだよねマジでかなんかねかいじめたくなる要素があるんだと思うよあっちでもこっちでもいじめられるってことはだからねこんなこと言ったらじゃあいじめられる方が悪いっていう論調かよって思うかもしれないですけども、うん でも何かしらかね要因はあるんですよ環境を変えてもいじめられるってことはなるほどね、うん、俺の中でねシーマンをいじめたいと思わないのよあのなんていうのかいじめたいって結構多分何、ね、かそのん何かあっていじりたいとかそういろいろやりたいと思うんだけど俺シーマンに対して逆に言ったら何の感情もないからいじめるじゃなくてもう触れ合いたくない触れ合わない<ー> <laughs> 別にいてもいなくてもどっちでもいいって思う側だと思う俺、ね、多分 <laughs> それ多分高校の同級生の中の一人と同じ立 <laughs> ちしたわあいつもまた今日も休んでるけど別に知らねえっていう感じだ、うん、そういうのが、ま、別にいじめる必要もないしいじめたくもないしん、まあ、なら絡みたくもないっていう側の方かな多分ひょっとしたらうん、うん、あちょっとなんか人が増えてますけどね,ますねチャーキーさん「出遅れましたやっほりんっつってねガッツリ異例の顔が映ってますけどもね、うん、あ異例だよ イレイシュンのファンなんですねチャキさんはうんそうですねうーんあと浩タがやっと来てくれた本当だコ浩タ久しぶり浩、ね、タ多分うちのライブ見てたのかなあなるほどねうんまあいいですけどもねうちのライブもね、はい、見てくれてるんでねありがたいですけれどもね、はいうん、今日はメールは来てるのかな来てるのかなさあシーマン君メール見てみましょうお来てるじゃない<お>じゃあメールシーマンさん読んでくださいはい、はい サキはマックスさん、シーマンさん、こんばんは。こんばんは。今日は遠足で平和記念公園に行ってきました。遠足。今日はめっちゃ晴れていて、外で遊んだので死に焼けました。なね。焼けすぎて肌が熱くなっています。沖縄の日差し舐めちゃいけません。今日はシーマンが来てるんで、娘の話になりそうですね。ああ、なるほどね。もう、めっちゃ裏切ってるじゃん。裏切ってますね。めっちゃ裏切ってる。全然娘の話してないじゃん。視聴者の予想を裏切ってます。まあでも、だから、それだけさ、この若い世代にとっては、あの話が、 あるっでも衝撃的だったんじゃないね生まれる、うん、生,まれ生まれたくらいかな90年生まれたぐらいああなるほどね2003年は生まれてるかうんでもまあ物心つく前だよねそうかそうだよな、うん、モームスのさ一番最初のあのえー、一番最初5人最初5人あれってもう何年なの ?98 年98年うわ相当前か相当前だわ えー、もうか約20年年らい前もう20年近い前近ねすごいな本当だよあの頃ね深夜にアサヤン「朝さやん」が何日か何週か遅れで放送されてて懐かしいアサヤンうように見てましたね見てた見てた面白かったなあさ面白かったな、うん、多分,分かんないんだろうな今の子たちがな,な絶対あ、はい、そうだスカさんね来てくれるんだ うん、必ず花月かお化け屋敷に、まあ、行きますよ。もう絶対来てくださいね、いいもうね、ななら、もう声かけてください、多分絶対いるのでね。はい、うん、あすかさん、あら、ないちゃうなんですよ。あ、そうなんですか。ないちゃう、うん、よろしくお願いします。佐賀県かな。佐賀県。うん、佐賀県の方でね。はい。うん、あのー、多分ね、エグザイル、トライブというか、あの、グループが好きな、感じの。はいうん 子ですよ。高校生ですね。あ今時ですね。今時の子でございます。その子はね、わざわざ見てくれてるわけですから。ありがたいことです。まあもともとあの僕が木曜日にお邪魔した時に見て、金曜日だけ見てないということだったんだね。見てくださいということね。あの来てくれたんですそれで。でまさに明日アツシのライブ。ああそっかヤフオクドームか。ヤフオク？ヤフオク？ヤフドーム？そこでやるんですよ。うん確か。 だからそれを見に行くということで、はい、あいいなぁ、はい、すごいな、はい、そうヤフオクドームですよアツシね歌う,ねねうまいもねアツシねアツシ知ってる 知らないでしょあれっす目が綺麗な人ですよ目が綺麗な人覚え方サングラスかけてない人ですよいやいや歌うまい人とかさエグザイルの人でいいけど目が綺麗な人って初めて聞いた覚え方いやいやあのコアもの中で優しそうな顔の人ですよああ確かにね目がつぶらというか可愛い顔はしてますよねうん確かに俺も行きてえなそれいいな淳のライブとかなレオノさん2001年生まれですうわっ 21世紀。21世紀枠。<laughs> 21世紀生まれか、そうか。ああ、すげーなー、C、えな。C、てことは、シーマンは80年生まれ。 80年生まれちょうど80年俺が84年だからそうだなうだ、ね、ふわー年の差感じるなこうやってなだいぶ違うもんなどん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 若い子生まれてくるんだもんな、うん、そ,りゃそうだねだけど、うん、年寄りが生まれるわけないからねはもうそうですけどもねあすカちゃんも2000年生まれですからは<ー>若いですよね,すねまあ美鈴が。 来てくれてますよ。はい。こんばんは。配信の前に。来いよ。てか目の前まで行ったら来いよ。なんでだよ。来てくれよ。今日はシーマンとだから。シーマン見て逃げたのかな逃げちゃったのか。シーマンのこと怖がる人多いから。いや、怖くないよ。俺たちがないよ、ガイが。怖いから。ガイは無害な存在。無害な存在。なんで2回やったの、今。 大大事事なところは大事だったの今の今、はい、分からないけど俺のポイント的には大事さが分かんなかったけどシーマン大事ですよシーマンシーマンってさ普段何を考えて生きてるのシ <laughs> ーマンこれラジオだから黙らないけど、ねうん、気をつけてねやっぱ宝くじ <laughs> 宝くじずっと当たるのかなとかそこはそこは夢見るんだもう夢見るっていうか、うん、もうね 当たらなきゃやばいって <laughs> 何がいやもうね <laughs> ちげえよお前宝くじ当たらなきゃやばいじゃん仕事しなきゃやばいだろそこはお前そうだないい年してさもうニートじゃんユウは今やばいねニートユウは今ニートじゃんセミニートだセミニートセミじゃないニートだよもうお前は <laughs> やばーどうしようだからさそのさっきもさそのお化け屋敷にさ、うんね、所属はしてるみたいなこと言ったけども、うん、自分からやらせてくださいと言わないわけでしょ ってないねえ、そりゃ仕事もらえないですよ、今。もらえないよ。自分から何かしないと。そうそうそう。頑張ろうよ。自分から動き出さなくちゃ。弱々しいね。暗いよ、今日のラジオも。おい、楽しい。明るく行こうぜ。明るくなる要素がないのよ、見通した。一回、あれでしょ。CM、CM ですちょっと基ー変えましょう。楽しい CM です。はい。 いやもうほらもうだいぶ時間使ってるねシーマンでね使ってねいいけどあと20分くらいシーマン頑張れってね頑張れミスさん俺のほうが怖い俺めっちゃ怖くないよ俺いい人だわいい顔してるわ俺はミスさん兄ちゃんの方が怖いね兄ちゃん兄ちゃんってああ崎山さんうん俺崎山さんでした崎山そうそうそうの方が怖いとああなるほどいや俺の怖さは見た目だけでマジで怖いのシーマンだからね <laughs> 心のねのは闇はねなかなか消えませんよ、うん、やばいのはシーマンですからね、はい、本当にこの子はいやでもね本当にね本当に今までのもうなんかある意味サイコパスじゃないかなと思うもね俺ねでも今までよく本当にね道を踏み外さずに来たよね。本当よ <laughs> 本当 <laughs> ほら、シーマンさんの声聞いてると眠たくなってきますと。ああ<ー>、<ー>もう眠、眠っちゃっていいですよ、これ眠たながらって。イコール、淳と一緒ですよ、多分だから、言ったら。そうですね。淳も、あ、でも、淳も綺麗すぎて、ほら、ちょっと癒しに入って、多分眠くなると思うんだよね。うん、だから、シーマンイコール、淳で、正解かもしれない、これは。 だからシーマンがちょっと歌ってみたら違うんだね淳とは違うんだねそうだねだからね畑が違いますからいや畑の話じゃないよ全て違うよお前一緒だもん性別だけだからやめろお前何でそれ畑違うけどあとは一緒みたいな雰囲気やめろお前全然違うからなお前そうですねうんシーマンさんカラオケ行く全く行かない歌歌う歌うのシーマンっていやまず歌わないなもう歌って行ってももう 2000年ぐらいより後の知らないからね俺ああなるほどねうんあいやえテレビを見ないってこと音楽を聴かないの音楽が好きじゃないの音楽がねやっぱ音楽って、うん、やっぱ音楽業界自体が俺20代10代20代向けに作られてる はい戻ってきましたねシーマンタイミング間違えましたけれどもねこういう時は横見れないんだねシーマンね肝心なところ見てないね普段はなんか見てるけど意識がそうもう通ってた人の方に俺の意識は向いてたから今怖いな見なくていいとこ見るもんなシーマンな集中力がねです今ね CM 中にシーマンがその今作られてる楽曲はすべて10代20代に向けて作ってるって言ってましたけども今に限らずなんですけどもやっぱ 感覚がフレッシュな人向けにアーティストも作ってると思うんですよ。30歳を過ぎたくらいからついていけないというかよくあることですけども若い子の顔がみんな同じに見えるっていうか曲も。 ななんんかか似たような曲ばっかりに聞こえちゃうんですよそれは今の若い子にしたら「<ー>いや全然これとこのアーティストとこのアーティストとこのアーティスト違うじゃん」って怒るかもしれないんですけども、うん、おじさんから見たら同じに見えるんですよ。なるほどね、で昔は良かったなって自分が青春時代に聴いた曲のことばっかり考えるんですよ YouTube で昔の曲聴いたり。ーシーマンの青春時代っていつなの <laughs> 青春時代は引きこもり時代に重なっちゃってあれ青春なの友達と一緒に聴いた記憶はなくて自分の。 うん、家で1人でラジオ聴いてた記憶になっちゃいますけどもーシーマン俺、うん、シーマンの友達見たことないな見せたことないねいるっちゃいるいや地元の友達はいないえどこの友達いなのそれいやどこの友達もいない<え> <laughs> 見せたことないっていうからいると思ったんだけどじゃ<ー>いないの友達が。 大人になってから職場で私を親しくなった人はいるあえプライベートで会ったりはするするおおするんだ飯行ったりとかめっちゃたまにねうんお酒はお酒は俺飲めないから飲まないあそうかシーマン飲まないよな全然な確かにそうだわ飲めないですうん今日シーマン調子悪いねあんまり出てこないね今日ね何にも今んとこ何にも出てないよええ 確かにこれがテレビだったら全部カットされてますねそうねおもろい要素が今日あんまり出てないなしいどうした今日おなすいてんのいやそんなことないけどさ何なのじゃあ今日は何があったの何かあったの前回が異常に調子よかったのよあれがねイレギュラーなんでなるほどねイレギュラーなんだあれがねそうそうそうか振ったらバットの芯に当たったみたいなあなるほどね振れば振るほどねあミスさんシーマンさんと友達になりたいです その前にレオナちゃんがはい崎山さんと兄ちゃんお話ししてたんですっていうかお兄ちゃん離れてんねすごいすごいなめっちゃ離れてるよ高校生ですかレオナさんは中学生中学生うんすげえ離れてるよだ20歳くらい離れてるんだうんパッと見さレオナちゃん泣いちゃうかなって思うよね苗字見たらねそうねうん俺の同級生にいたな山根って全然違うところの人ですけどねで まあえっと自衛隊の時の同期でいたんですけどねいた今東京にいますけれどもね頑張ってるんですね皆さんそうですよじゃあ美鈴さん友達になりましょう怖い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 言い方怖い言い方怖いうん。えでもだからは俺と一緒なわけよ4つ下ですね僕からしたらうんそっかはいまあでも みすずとシーマン似てるからね、ちょっと見た目はね、友達になれるかもしれないすね、うん、飛鳥さん、明日も、え、明日学校なの,土曜日の休みじゃないんだ、あれ、なんで、なんでえじゃあ、学校終わりのシなんだ、スカさん、スカ<ー>、うん、さんもこの,さあの写真じゃないけどさ、こうアイコンっていうのかな、はいはい、これ見てる限り多り、たぶんね、学校を楽しんで生きてるね、この子は。楽しんで生きてるのが正解ですよ。 今の学校ってどうなんだろう普通の教学なのかな、うん、飛鳥さんが言ってる学校は学校午前中授業でその後 GTEC ですあなるほどね,ね GTEC って今、うん、分かる GTEC 何の略でしょうか日本語かな <laughs> 日本語じゃないだろこれどう見ても英語やんか GTEC は GTCGGreat t e a c h エンドレスセンターみたいないやずっとその先生がいるのそこにわかんないずっといるのああじゃあもうここでさシーマンのその今島閉じてる脳をさパッと開くためにさモーニング娘。の歌のイントロクイズでしょあわかりましたうんはいよしやるぞ何問答えられるかな何問いけるでしょうかシーマンはいいくぞはいそれでは行きましょう <お>はい1999年の「ラブマシーン」ですね。年まで答えるのびっくりしてますよ。まさかの、はい、<laughs> 年まで来た、あなるほど、ね、シーンはそういうのもいけるんだ。き、はいはい、きますいきますす、うん はい、わかりました。それじゃあ、1曲目、今、答え何でしたっけラブマシーンです。1999年。1999年でラブマシーン、1問目正解でござい、ますやったぜ。素晴らしいな。C は、もしさ、じゃあ、今からさ、全部当たったら、なんかおってやるわ。あ、分かった。うん。よたら、1問でも外れたら怒れよ。うん、分かった分かったまあ、嘘ですけどもね。はい、それでは、じゃ早速、2問目、いってみましょう。それでは、2問目、こちらです。どうぞ。 はい、シーバさん。これはですね、メジャーデビュー曲のモーニングコーヒーです。<laughs> <laughs> え、マジで分からなかった、俺、今。えー、すごいな。わ <laughs> かりますよ。えー、メジャーデビュー曲の。はい。この、この前に一曲シングルがあるんだけど、これはメジャーじゃないの。あ、そうなん。下曲があるの。なんて曲。愛の種 <laughs> うわ、懐かしいこの歌。うわ、わか,かる人いるかな、今聞いてる人で。ああ、いるかな。みすぐらいじゃない、わかんの、多分。そうだん、ね。 水に聞こえてないか、聞こえてるか、わかんないけど。そうか。うん。なるほど、よし、じゃ、あ三問目いっちゃうよか、三問目、こちらです、どうぞ。これはですね、えっと、えっと。こういう段差と。正解。すごいな。よう、わかんな、おい。わかりますよ、これ。今のでわかる。はい。 恋のダンサわかります。あでも聞いたらわかるな、ちゃんとね。ああ、すげえ。流行った、これも。だいぶはやりました。これは何年かわかんないのこれはね、ラムマシンの次なんですけども。あ、そうなの順番知ってる。ラムマシンが99年の9月なんですよ。ううんん。これが出たのがギリギリ99年か2000年入った途中、どっちかなんですよね。ああ、なるほど。それちょっとまあ定かではないと。ああ、なるほど。いや、でもすごいな、そこまで知ってると。はい。それでは、じゃあ。 いましょか4問目、こちらです、どうぞ。はい、シマ、はい、君。はい。恋愛レボリューション21。<お> <laughs> <laughs> これは歴代一番売れた曲です、まあ。歴代一番なんだ、これ、はいあ。やっぱりね、いまだにねあの、今の世代のもう娘も歌うもんね、これね。そうですねあ。なるほど。ちなみにこれは何年の何月出たやつですかこれは2000年じゃないかなと思うんですけど、何月か覚えてないですね。うん、なるほどね、はい。21と言ってる割には。はい。 2000年なんだそうだほんとだ2001年じゃないんだ2001年じゃないですねあなるほどね素晴らしい今ので4問だんだん難しくなっていくらしいですからさあシーマ行きましょうそれでは5問目ですかはい5問目こちらですどうぞはいシーマくんこれ俺でも分かるなんでここ出ないの ああこれね、えー、メジャーの2曲目ですよ、うん、えっとですね2曲目なんだけど <laughs> えっ、ー、とあーやばいいやこれわかるー <laughs> あれえスマイルスマイル,マイルあ,あーやばいやばいなんいやば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 やてこい ドカンなんでこれなんか出てきそうだけどねなんだろうこの曲待って俺もちょっと今名前一緒に出てもらったこの名前なんだっけえ,ーっ,とえーっとあれよ夜の街で、ね PV、を出てサ,サ,サマータイム違うなんだっけうだろうサマータイムじゃなくてん,なんだ何だっけだっけこれ こんにちはじゃないし今こんばんはあ、そうそうそうサマーナイトさんはぁサマーナイトんかシーマン待ってはい、これから難しくなりますよで間違うか間違っちゃいますねこれは全問正解路線できたかったですけどねでも僕はコーヒー獲得できたんでよかったですね分かりました野球投げ出していきましょううん。あ、やるんだねまだねあいいですよいきましょうじゃあ6問目こちらですどうぞはいシーマン君 もう一度好きって聞かせてほしい。たかたかたんかたんたんたんたかたかたんかたんかたんたん。おのほどの愛がないよどこで。タイトルタイトルなんだっけなこれ。おおおま好きじゃないのマジで。全然メジャーなとこ出てこないじゃん。いやこれが魅力なのかな。 やばいフォー、わースリー、ツー、ギブアップ。う<ー>嘘でしょ、シーマン。悲しいもうなんか歌,歌ってたのに、シーマン。これなんだっけな、これ。あっ、大抵ホ,ホ,ホールドう 俺の方がギリギリ知ってんじゃんこれが二曲目かな。分かんない。もうめっちゃあのなんだっけ安倍安倍なつが揺れてるやつね。そうそうそう。安倍なつだった。安倍夏つみ。うん。次揺れてるやつでねあったねこれ。ああ思い出した。青い洋服？青い洋服はねもう青い洋服。あその青い服青い洋服でスタジオで立ってると思う。青のワンピ。あってると思う。うんね。まあ関係ないですけどもね。はい。じゃ次七問目参りましょうこちらですどうぞ。 なんでそんな、なんか、あんまり、これ、有名かな、これ。これはですね、あの初期の中では一番売れなかった曲なんですよ。阿部なつがセンターを務めて、これで鈴木亜美と同日の発売でシングルが直接対決して、鈴木亜美に惨敗して、阿部なつのセンターこれでなくなって、次から後藤真希が入って、後藤真希がセンターになったっていう。ちなみにその時の鈴木亜美の歌はビートギャザ。t あ e r あー、売れたそののの時あなんだっけ何かも 歌ったそっち暴いてないそっちあいてないんだ。そっちあいてないなはい。t ゲート売れたもんなよしなんでそういう細かいの知ってるくせにさメジャーあるとこ全然知らねえんだからこれが本当のファンなのかなでもなねコアなところ。はいじゃあそれではえっとはい。究極目ですかねはいそれではラストこの問題ですどうぞ い幼い、幼いバージョンあるのえ、な、幼いのやつなにそれメモは破って捨ててよ。でも最後まで読んでよね。メモリーズかな。ちょ、ちょっと違うメ。メ、メモリー、メモリーなんとかなんとかですよです、ねど。どっちだ、どっちだよ、言えよ。言い切れ、言い切れ。メ,メモリー、青春のなんとか。 うんうんうん。惜しいらしいよ。なんか出して出して出して青春の光影。やった青春の光。メモリー青春の光。あ、なるほど。これ結構しっとりしたバラードで悲しいやつなんだ。しっとりしたバラードなの今この曲調バラードっぽくないけどしっとりしてないし今。大丈夫かこれ今。大丈夫大丈夫じゃあ最終問題ですね。いやーもう、ということで、えっと、9問中5問正解かな まあ6問6問か6問正解か3問間違ったんでねはいということで3問間違ったので僕に缶コーヒー3本でございますありがとうございますえ一1本一1本じゃないいやあ1本関さんにあげるからねはいということでじゃあ CM ですお願いいたしますそれこれいやでもねホントにすごいねでも,やでも,知ってんもタイトルなかなか出ないですねはい あの、発売日言われた時俺もう冷やせかあー、すげえこいつやべーいや、発売日面白いけどななるほどな、シーマあこういうとこだな、シーマンな引き出さなきゃいけないな引き出さなきゃあちょっと俺があんまり引き出せてなかったな、シーマンの引き出しをいや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 。全部鍵かかってるからさ、引き出し鍵かかってるねほんにね、もうさっきね、俺はアスカちゃんにこの話振っといてはいあれだけどねはい 共学、うん、でもともと女子校なのでやっぱ女子の方が多いですとへえ<ー>楽しいだろうねそれじゃね女子校と普通高校合併したのかなそういうことやろうねなるほどシーマンさんありがとうございますとねみすゞまあこの今「ありがとう」って言うけど多分シーマンに会うことほぼないからねそうだねうんだシーマンがこっち来る時にみすズが来るか、うん、まあシーマンがあんまりか月の方にいないからですね、はいはい、うん あすこちゃん今度はエグザイルでしょあいいですねエグザイル僕結構好きなんでエグザイルありかもしれないなじゃ逆に逆にやりましょううんうんおかっちゃんさんかっちゃんさん AKB ファンさっきこんばんはこんばんはありがとうございますすごいね三代ま三代目もいいですねはい三、うん、代目もまあ,まあちょいちょい聞きますからうんはいそうですねす <laughs> うん。 ほら。はい、ミスさん。もね、ミスの方が多分分かったかもしれない。モーニング女子だし、世代的にだったもんね。うん、絶対歌ってるはずだ。うん、絶対歌ってるから。うん。歌ってるよね。でもすごいうん、すごいすごいよ。<laughs> あの、補足情報がすごい。<laughs> ごいね、しかもそんなに。 はい。はい、帰ってまいりましたけれどもね。まあ、物残り時間も少ないでございますけれどもね。はい、急遽、新話のね、えー、モー娘イントロクイズ、娘イントロクイズですね。はい、やりましたけれどもね。ねもっとなんか全問正解して欲しかったな、どうすんなら。正解したかったなー、うん 全問正解プラス全部の,その,何ていうの何年何月発売でどれだけ売れた何番目に売れたとか全部言ってほしかったな俺まあ当時はだから言えたわけでしょ多分当時は分かったと思いますよね多分,多分言えたでしょ何年何年何でしはい発、ね、足情報もね全て含めやっぱ記憶は再生しないとだんだん薄れていきますね、うん、まあそうねうんだ消えかけた時に思い出したらまた残るわけでしょ、うん、そう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 ,そ,う,そ,うそれの繰り返しでやっていかなきゃいけないですからねだから勉強しないものは忘れていくわけですよねそうです 全然使わないやつね因数分解やら何やらもそうですけども忘れていきますからね、うん、忘れちゃうねアスカちゃんがじゃあ今度崎山さん対決しましょうということで<っ>いいですよ、うん、僕もなかなか聞いてましたから、まあ、僕はあのどっちかというと清木場さんが好きだったのでねもともと最初はね、うん、エグザイルの時わ<ー>、うん、かるわか、うんないわかんない。 一番最初、淳と歌ってた、ですけど、うん、エグザイルで。僕はあの人の声が好きだったのでね、元は最初の方はですね。前、まあ、全然淳も好きですけれども。僕、いろんな、あの、歌聞くんだよね。うんうん、だから、まあ、いろんな曲、いろんな人の声好きですね、まあ、いろんな、まあ、女性の。 歌も聞きますしね、うんうん、シーマもねもっと聴いてほしい、うん、アイドルもいいだろうけどもっとにもあるはずいろいろだしたいいろんなさ歌聴いたりしたらさいろいろ広がると思う 確かにね見たり聞いたり読んだりしないと広がらないよねだって俺もともとさヒップホップしか聞かない人間だったのよもともとゴリゴリのねちょっとまあ言ったらギャングスタラップとかそういうのばっかり聞いてたんだけどそれだけじゃちょっとねんていうの素行も悪くなってくるわけ影響されてそうそうだけどいろんなもの聞いてきて柔らかくなった気がするの俺は今だからっていうのアニソンも聞くしボカロも聞くしいろいろ聞くの今ね いろいろこうルも広がってきましたから僕はそれをそう通してねだから今もそれやったら何か広がるかもしれない何かしら新しい扉が音楽ってね世界共通ですから大事ですよだから椎名もね、はい、音楽から人,に人の道に戻ってこよう <laughs> 人の道そうそうこっ,こっちにこっちに来ようよまたあっもうほら飛鳥ちゃんもねいまいち龍二の声はやばすぎると、はい、分かるいまいち顔も声もいい ねうん、でみえりちゃんがねほら AK69 とかああいうのやりましょうやりましょうぜひね僕も大好きですこの2人ね、うん、アーティスト好きですから。 まあなんかちょいちょいーマンと二人でやるときに何かしらこうやります。普段はね、え、ツー2シーの二人がほぼ野球部の話、野球の話しますから。ね,ねスポーツの話ばっかりしますからね。<laughs> スポーツの話はでも長いよね。長い。ね、うん。でもね、<laughs> 好きな人多いんだよね。なるほど。<laughs> 意外と好きな人多いから。うん。ね、まあ僕もね、もう嫌いじゃないですけどもね。はい。まああの二人来たらまたやりますし、僕とシーマンのときは何かしらまた別のね、感じでやっていけたらなと。 思いますのでね。はい、また機会がありましたら、聞いていただきたいと思います。また来週はね、僕とツーシームでやると思います。シー、はい、マンもひょっとしたらゲストで来るかもしれないですね。はい。はい。ということで、先キマックスと、シーマンとおもでしたありがとうございました